青森着いたらもうそのままフェリーがあるはずや。日本一周の時にそれ乗って北海道に渡ったから、もうそのまま明日に俺北海道入っちゃおうという作戦。お願いします。一ノ関方面に来たんですよ。これは一ノ関に帰るけど、高速のインターチェンジあるんですよ。もうちょっと手前なんだけど。あ、大丈夫です、全然行ったらいい。ありがとうございます。おっしゃ、ちょっとご親切にお前ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃいい人やん。もう言わずにしれっと家通り越して30分走ってくれて、あでもさ投資したらやばいからって満喫の季節、ここだ、そうやって揃ったスポット書いてちょっと経った瞬間に多分リスナーさんに声かける。あ、こんにちは。こんにちは。え、なんか今帰ろうかなと思ってたっけ。はいはい。え、なんだって。頑張ってください。はい、はい、やべえぞちょっと車減ってきたな。アメリカ横断やんこれなんか寒いとこ選ぶねん。お前が東日本縦断する言うたんやと。西日本でよかったんちゃうか。粉雪ね、まさにやだ飛べられたなら森岡方面まで行こうもってヒッチハイクしてるんですけど、いいですか。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。おっしゃ、来た。岡のその花巻が真ん中なのかな。はいはいはい。ちょっと手前ぐらい。はい。何分ぐらい経ってた。まだでも20分か30分ぐらいですかね最終的にどこに行くの。北海道の一番上の宗谷岬まで。でもあれだね、2人だからいいね。1人だと寂しいけど。そうですね、1人だったらなんで乗してくれたんですか。気になった、この寒いのに大変やなと思ってさ。 ありがとうございます。最近僕ら乗してくれたところが住んでるところですね。そうそうそう、時間あるからって言って優しすぎる。俺もね、バイク好きなんですよ。仕事10日ぐらい空いてからね、遠く一周バイクでね。ああ、そうなんですか。したりして。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。あ、一応ね、そうしてもらって食べるご飯違うな。ジーンとくる。めっちゃ美味しい、これ。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。お世話になりました、本当に。いや、マジか。やばいな、ほんまに。ジーンときたわ。うん、涙出そうなったわ。娘さんを大事にされてる話とか、なんかすごくやっぱなんかこう旅中って時にやっぱすげえ尊敬するな、この人っていう人とかに出会ったりとかするんだよ。あ、こんな人みたいになりたいなっていう人とか、そういう人ってやっぱなんかすごい屈託のない優しさを持った人やなっていつも感じるな。トラックしか多分おれへんな。直接話していくしかないな。もう声かける車か一台もありません。あっちに新しいトラック来て、運転手さん降りてきて中入ろうとしてたから、ね、確かにね、ご飯食べるからちょっと待っててみたいな。これもしかしたらいけるかもしれない。よし、よかった、これで青森決定。よっしゃ。じゃあ頑張ってね。ありがとうございます。気をつけてね。はい。バリスムーやん。しかもこの時間やから貸し切りやん。おめでとう。達成感やばっ。いやほんまにあの12時、いや1時はどうなることかと思ったよな。まあ何これ、豪雪。3時間ぐらいしか寝てないんですよ今から。じゃあはい、外出て函館の街行こうか。これ行けるわけないやん。それです。うん、今日少なめですね。ギャップがいい。最初ルール結構いいですね。うん、おお。何これ、ジョーカー、あ、ジョーカー、なんて、罰ゲーム。あー、これいいですね、いいですね。こんなんとかね、こんなんとかね。
怖っ。じゃ今回の罰ゲームは1時間靴没収これ、うん、足なくなる。次のチェックポイント、ワカサギ釣りをどこかで自分で調べていったらいいってことか。そうそうそう、とりあえず今から靴下で。あ、ごめん、もう靴下濡れた。はい、これもう。いや、それは濡れるやろ。ごめん、もうやばい。うわぁ、いったんな、いったんな。どうしたやねん、これ世の中に不可能っていうものがあんねんな。リタイアしていい、これ。例えばあれに飛び込んで、うん、終了ということで。え、どういうこと、なんか肩に何か消える。あれ飛び込んで、やばい。うわぁ、やばい、無理や、コロコロが。お前行かれるで、ほんまに。行けたっちゃう、これ行ける。二宮金次郎みたいな。メシ食いに行こう。ラッキーベール行こう。必殺ラッツコーデ。あ、トー間違えた、間違えた。もう一回、はぁ、これやっぱ楽やな。これ対応しすぎたら旅終わんねん。これ出ないよ、使いな、これ。いただきます。はい、あ、よく ネットカフェが函館駅周辺にはありません。ゴリオカフェにあると思う。ゴリオカフェ函館らへんにワカサギ釣りがあってん。でも今日は受付が終わってると。だからもう今日はとりあえずだからゴリオカフェの満喫に行きましょう。おやすみなさい、しましょう。よし、やってらっしゃい、これ。なんでやねん。